歌曲をあなたに、ご案内は小島優子です。ここからの30分間はクラシックの歌曲でお楽しみください。本日はブラームスの歌曲その4、信仰と希望と愛と題してお送りいたします。皆様こんばんは。暑かった夏とももうすぐお別れ、朝夕の虫の鳴く声はもはやすっかり秋の気配ですね。お元気でお過ごしですか。今宵は前回に引き続きブラームスの歌曲です。番組としては第4回目のブラームス歌曲特集となります。今回はヨハネス・ブラームスの代表作ともいえる2つの歌曲集からご紹介いたします。まずはじめにワルツ集愛の歌作品52という名称で知られる歌曲集からです。この作品は1870年に初演された曲で、親しみやすい内容で綴られる18曲の恋愛歌が収められています。任意と指示された4パートからなる歌唱部分と4種のピアノ連弾で構成されており、後に1874年ピアノパートだけを取り出してピアノ連弾版としても出版されました。詩はゲオルク・フリードリヒ・ダウマーによるもの。音楽学者アーネスト・ルービンはこの作品のことをブラームスの作品でも最高に愛らしく心和むものと形容しています。18曲はそれぞれ独立した内容を持つもので、飾らないダウマーの詩につけられたブラームスの目まぐるしい転調や多彩な音形はこの曲の聴きどころとも言えるでしょう。実を言うと、印刷された自分の作品を見て微笑んだのはこれが初めてです、とブラームス自身がこう語ったと言われる愛の歌から、本日は1、2、3、6の4曲を冒頭に詩の一部を挟みながらお届けします。それではダウマー作詞、ブラームス作曲、ワルツ集愛の歌より第1曲言っておくれ大好きな君、第2曲本流は岩にぶつかり、第3曲ああ女、そして第6曲可愛らしい小鳥が飛んでいった、をソプラノエディット・マティス、メゾソプラノブリギッテ・ファスベンダー、テノールペーター・シュライヤー、バリトンディドリヒ・フィッシャー・リスカウ、ピアノカール・エンゲル、そしてボルフガング・サバリッシュによる演奏でお聴きください。どうぞ。愛の歌。答えてよ愛しい人、あなたの瞳は燃える思いを投げ入れた僕のこの冷たい胸に。岩に激しく潮がとどろく、それを見てため息つかない者も恋するうちにそれを知る。
女とは、女とは、なんと深い喜びを与えるもの。この世に女がいなければ、とっくに坊主になっていた。可愛い小鳥が飛んでゆく、たわわに実った庭へゆく。もしも可愛い小鳥ならためらわない、僕も同じようにする。Ein kleiner hübscher Vogel nahm den Flug zum Garten hin, da gab es Obst. Welcher hübscher kleiner Vogel wär, ich sollte nicht, ich täte so wie der. Ein Botenartist lauert an dem Ort, der arme Vogel kommt nicht mehr fort. Ein Botenartist lauert an dem Ort. Nicht fort. Wenn ich ein hübscher kleiner Vogel wär, ich säumte doch, ich täte nicht. Wenn ich ein hübscher kleiner Vogel wär, ich säumte doch, ich täte nicht wie der. Nicht wie der, n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 icht wie der. ブラームス作曲ワルツ集愛の歌から4曲を抜粋してお聴きいただきました。素敵な曲の数々でした。さて、一生涯愛し続けたクララ・シューマンの最後が近づき、ブラームス自身ももう終わりであることを察知したのか、ブラームスは死の前年1896年、原点を聖書にとって彼の作品中最も崇高な作品、4つの厳粛な歌
作品121を書き上げました。同年の11月に初演されています。他の作品の追随を許さない19世紀最高の聖歌曲と言われています。本日はこの歌曲集から第1曲目、第3曲目、そして第4曲目を歌詞の一部の朗読を挟みながらお聴きいただきます。それではブラームス作曲4つの厳粛な歌より、1、人間に望むことは動物にも望む。3、おう死よ、なんとお前は逃がしきものか。4、たとえ私が人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも。お、バリトンフィッシャーディスカウ、ピアノボルフガング・サバリッシュの演奏でお聴きください。どうぞ。4つの厳粛な歌。人間は獣のような状態にあるので、獣が死ぬのと同じように人間もまた死ぬ。そしてすべてのものは同じ息を持ち、人間は獣と少しも異なるところがない。なぜならすべてのものは虚しいのだから。Und der Lohn des Friedens
おう、しよ。お前はなんと過酷なことだろう。人間がお前のことを思うとき、安らかな日々を過ごし、満ち足りて、悩みもなく暮らし、すべてのことにつつがなく、しかもなお、十分に食べることができる人間が、お前のことを思うとき、おう、しよ。お前はなんと過酷なことだろう。おっとおっとおっとリベタルリベタルミストベナンディシュデンカダイネメンチュデンカダイネメンチOh.
私が人と語るのに、たとえ天使の言葉をもってしても、愛がなければ、私は響く鐘か、鳴る鈴に過ぎないだろう。そして、たとえ私が予言することができ、あらゆる不可思議なことを知り、あらゆることを洞察できるとしても、あるいはまた、山をも動かすという信仰を持っているとしても、愛がなければ、私は無に等しいだろう。信仰と希望と愛の、この三つのものはいつまでもあってくれ。けれども、愛こそは、それらの中で、最も偉大なものである。Durch alle
ブラムス作曲4つの厳粛な歌から3曲をフィッシャーディスカーの演奏でお聴きいただきました。神の前での献上と信仰を歌い、あらゆる宗派を超えた内容を持つ歌曲集で、この作品がブラムスの傑作であることはよくお分かりいただけたと思います。ブラムスの歌曲、今年は2回続けてお送りしてきましたが、お楽しみいただけましたか。お送りした曲はワルツ集愛の歌より、言っておくれ大好きな君、本流は岩にぶつかり、ああ女、可愛らしい小鳥が飛んでいったの4曲を、4つの厳粛な歌より、人間に望むことは動物にも望む、おお死よ、なんとお前は逃がしきものか、たとえ私が人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、の3曲をお送りいたしました。ブラムスの歌曲や室内楽の演奏があれば、ぜひブラムスの重厚で豊かな世界を聴きに出かけてみてください。歌曲はあなたに、そろそろお別れの時間がやってきたようです。次回は9月です。日本の秋の歌からお届けしたいと思っています。どうぞお楽しみに。それでは今日はこの辺で、お相手は小島優子でした。